セレモニー開催に先駆けまして、先ほど朝9時から行いましたゴミ拾い選手権、こちらの表彰式を行いたいと思います。表彰は小学校低学年の部、それから小学校高学年の部、それと中学校の部、それぞれ各部門でグランプリを各1名、それから準グランプリを各2名ずつ選出いたします。表彰される方のお名前をお呼びいたしますので、呼ばれました方はこちらのスタッフのところに集まってください。それでは、名前をお呼びします。高千穂小学校3年土山隼人さん、高千穂小学校1年渡辺なずささん、本山小学校3年平山かやとさん、末小学校5年大山ゆうきさん、高千穂小学校5年園田ゆうかさん、高千穂小学校4年関亮太さん、竜王中学校2年山形博光さん、同じく竜王中学校2年村田隆明さん、同じく竜王中学校3年木島海人さん、以上でございます。こちらに集まってください。小学生の方がまだいらっしゃるのでもう一度お呼びしますね。高千穂小学校3年土山隼人さん、高千穂小学校1年渡辺なずささん、本山小学校3年平山かやとさん、末小学校5年大山ゆうきさん、高千穂小学校5年園田ゆうかさん、同じく高千穂小学校4年関亮太さん。Thank you.